何を作ろうかな。どの材料を使おう。いいかな。それじゃ始めよう。いいねいいね。よし、いい流れだ。何かいいこと起こりそう。こんな感じで。では仕上げの鉄だ。どの特性をつけようかな。うん、これレベルアップ。よし、どこに行くんだい。そこを見て。いいものが見つかるといいな。いいものあるかな。外しはしないぞ。試し打ちにもならなかったな。強くなって背も伸びたかもです。この腕さらに磨くとしよう。たくさん取っちゃうよ。なんか曇ってきたかも。雨が降りませんように。危険な相手だ、気をつけろ。うわ、道具で攻撃するよ。せい。チャンスだよ。手加減なしです。これでどうだい。先回りしておくか。私も出るです。試し打ちにもならなかったな。よいしょ、よいしょ。うわ、なんだか強そう。
撃に道具を使うよ。これを使うとしよう。やられた。後からのお楽しみだ。これでどうだい。これを使うとしよう。かわせるかな。くそ、油断したか。これはよく効きそうだ。くそ、油断したか。これを使うとしよう。受けてみなよ。さあ、行くよ。これを使うとしよう。でよっ。くそ、油断したか。自分に使うよ。油断したか。くそ、油断したか。祈りを力に。油断したか。でよっ。深く。
さん、人形の糸を作ってきましたよ。そうか、では見せてもらおう。実用に耐えるだろう。本当ですか？よかった、安心しました。あの本は君のことをひよっこだと言っていたが、なかなかどうしてできる錬金術師じゃないか。褒められちゃった。とにかくこれで人形劇をすることができる。感謝するぞソフィー。お役に立ててよかったです。もしよければ今度私にも人形劇を見せてください。あの、君は人形劇に興味があるのか？え？あ、はい、見たことないので一回見てみたいなって。そうか、人形劇を見てみたいか。それはいい、ぜひとも見るべきだ。フリッツさん？人形劇は素晴らしいぜ。脚本家が作り出す緻密に計算され技巧の妙が凝らされた物語、そしてそれを引き立てるは人形の所作により感情を表現する人形師の職人芸。その2つが合わさった時、人形はあたかも生を受けたかのように観客を魅了するのだ。ね、それはぜひ見てみたいです。そうだろう、そうだろう、うん、ぜひ一度は見せてやらないといかんな。フリッツさんって人形のことになると人が変わるな。おう、足りなく それじゃあな、調子どれ、それどの いらっしゃい、その噂でよろしい、その噂、それではよし、どこに行くんだい。
我ながらプラフタに書き込むのも手慣れてきた気がするよ。そうですね、ソフィーにはだいぶお世話になってしまっています。こっちだってプラフタにはお世話になってるんだから、お互い様だよ。ソフィー、また一つ思い出したことがあります。過去の錬金術についてです。過去って500年前のこと？はい、500年前は各地で様々な錬金術の研究が行われていました。かくいう私もアトリエを設け研究に勤しんだものです。あー、なんかわかるかも。プラフタって一人でアトリエにこもってずーっと研究してそうだもんね。いえ、確かおぼろげですが一人ではなかったような記憶があります。え、そうなの？誰かと一緒に研究してたんだ。はい、詳しくは思い出せませんが、とにかく少なくとも500年前から錬金術は研究されてきたというわけです。へえ、錬金術って結構由緒正しかったんだね。プラフタ、前に私に聞いたよね、私が錬金術をやるようになったきっかけは何かって。昔の研究について思い出したなら、プラフタが錬金術をやるようになったきっかけ教えてもらえないかな。秘密です。ん？秘密ってことは思い出してはいるんだね。秘密です。どうして隠すの？いいじゃん、教えてよ。ねえ、秘密です。それでは失礼します。あ、待ってよプラフタ。材料はどれにしよう。これでいい？どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。うん、いいね。あ、これいい感じ。へえ、そうなるんだ。これでいいかな。
そうなるんだ。悪くないかも。うん、いいじゃない。そうなるんだ。あ、これいい感じ。そうなるんだ。悪くないかも。あ、これいい感じ。うん、いいね。これでいいかな。あ、これいい感じ。そうなるんだ。悪くないかも。これでいいかな。うん、いいね。うん、いいね。そうなるんだ。これでいいかな。ないかも。うん、いいね。うん、いいね。これでいいかな。悪くないかも。うん、いいね。そうなるんだ。そうなるんだ。これでいいかな。悪くないかも。これでいいかな。うん、いいね。そうなるんだ。これでいいかな。これでいいかな。うん、パパッと仕上げちゃおう。できた。どの特性を引き継ごうか。これで大丈夫。よし、完成だね。材料はどれにしよう。これでいいか。どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。
うん、いいじゃない。あ、これいい感じ。うん、いいじゃない。あ、これいい感じ。あ、これいい感じ。うん、いいじゃない。うん、いいじゃない。これでいいかな。うん、いいじゃない。悪くないかも。うん、いいじゃない。これでいいかな。うん、いいね。これでいいかな。どの釜を使おうか。よし、始めるよ。うん、いいね。うん、いいね。あ、これいい感じ。うん、いいじゃない。うん、いいじゃない。これでいいかな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 。あ、これいい感じ。うん、いいじゃない。これでいいかな。これでいいかな。これでいいかな。あ、これいい感じ。悪くないかも。うん、いいじゃない。これでいいかな。これでいいかな。これでいいかな。うん、いいじゃない。悪くないかも。これでいいかな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 。悪くないかも。
これでいいかな。これでいいかな。うん、いいじゃない。あ、これ、いい
感じ。これでいいかな。これでいいかな。これでいいかな。材料はどれにしよう。これでいいかな。どの釜を使おう。よし、始めるよ。これでいいかな。よし、出来上がり。
よっと。お昼これはすごっ。じゃどれを。ほんあり。まっ。どうかな。どの材料を使おう。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。うん、いい感じ。何かいいこと。何かいいこと。これをここに入れようかな。このでは仕上げの出来だ。どの特性。こんな感じ。うん、これでバッチリ出来上がり。材料はどれを選ぼうかな。材料はどれを選ぼうかな。これで釜はどれにしよう。よし、やってみよう。あ、面白い反応だね。どの特性をつけようかな。
んな感じでいい？うん、これでバッチリ。レベルアップ。どのいらどの噂、それでは。元気ないね。そんなことはありませんよ。私は平常です。ううん、やっぱり元気ないよ。一緒に暮らしてるからね。それくらいわかるよ。そうですか。悩み事？ソフィーには隠せませんか。はい、私は悩んでいます。私でよければ聞くよ。私は最近少し恐ろしいのです。私の記憶が。記憶を失っていた頃は気にも留めていませんでしたが、私は思ったよりも多くの記憶を失っているようです。自分も故郷も友人についても、どこまで忘れているのかすら忘れてしまっている。もしまたふとしたきっかけで記憶を失ったら、今度はどこまで忘れてしまうのか。ひょっとしたらもう二度と蘇らないくらい跡形もなく何もかも忘れてしまうのかもしれない。そう考えると不安でならないのです。プラフト、もし朝起きてソフィーの顔を忘れてしまっていたら、もしソフィーを見ても何も思い出せなかったら、そうなったら私は。すみません、取り乱しました。プラフト、私決めたよ。やっぱり私プラフトの記憶を取り戻す。プラフトの記憶を全部取り戻して、プラフトが何の心配もないようにしてあげるんだ。ソフィー、私記憶をなくしたことないからさ、本当の意味でプラフタの辛さはわからないけど、でも想像はできる。おばあちゃんとかモニカとかオスカーとか、もちろんプラフタも。大切なみんなのこと思い出せないって考えたらすごく不安だと思うんだ。だからね、私がプラフタの記憶を取り戻す。もしプラフタがまた忘れちゃっても、その時はまた取り戻してあげる。時間はかかっちゃうかもしれないけど、それでも絶対やり遂げてみせるから。私まだまだ頼りないかもしれないけど、私のこと信じてくれないかな。笑われた？やっぱり私じゃ頼りなかった？いいえ、ソフィーはおせっかいだなと思って。急に喋り出した本のことをここまで思ってくれるなんて、おせっかいにも程があります。ソフィー、あなたの言葉しっかり覚えました。もし他のすべてを忘れてしまっても、あなたの今の言葉だけは絶対に忘れません。プラフタ、うん、約束だよ。プラフタの記憶は絶対取り戻してみせるから。